お疲れ様。お疲れ様です。目的地は福岡市中区渡辺通り。渡辺通り。はい。いやー、もう最近思うんだけどさ、好きなもの食べたい。なんすか急に。何のあれですか。いや、何のあれですか。私の CM ですよ。ああ、知ってますけど。いやいや、ただ、まあこの YouTube だって、はい、私のリクエストはほぼほぼないわけですよね。ははは、そうですね。それで僕のリクエストです。あのね、はいはい、当然みたいに言うんじゃないよ。先輩が車出してガソリン代使ってそしてお金まで出してますから。なんすか、なんか行きたいとこあるんですか。いやいや、いや、いただき物も多いんだよね。おだから、まあ例えば美味しいね和牛がありますよっていうことでいただいたり、おう、今うちの冷凍庫何があると思う？なんすか？マグロの大トロと中トロの短冊がそれぞれ一本ずつですよ。なんかグルメ王みたいな、なんかいやなってきたね。もう皆さんのおかげで生きてますっていう、もう本当皆さんありがとうございます。いやいや、もう本当僕はもう慎んでお断り申し上げてるんですよ。あのもうそういうことはね、もう我々はもう動物園の檻の中の動物みたいなもんですと、うんうん、餌を与えないでくださいというふうに私はもう断るごとに言ってるんですけど、来ちゃうんだよね。まあ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 って言ってくれる人多いですもんね。まあまあまあ、持って行き持って行きなって、すごい、もう、ああ、もうそのだけ言うんだら、もういただきますってありますよね。なんでしょうね。本当に皆さんありがとうございます。さあ、もうすぐですよ。もうすぐですよね。はい、ここはあの国体道路です。あ、そうですね。こっちに行ったら中洲、はい、こっちに行ったら天神、はい、その角です。角、はい、うどん。やたろうどん。はい、うわすごいね。いや、あそこさ、はい、24時間。24時間です。あ、やっぱそうなんだ、はい、これぞ博多のうどんで。だからあれだよな、あの皆さん飲んだ帰りに、そうです、飲んだ帰りに行く方結構多いと思います。そうですよね、はい、最後の締めで、うんうん、なんかちょっとつまんでビールとか。そう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 、ですよね、はい、もう老舗のうどんだ、ここですね。攻めるね。まあいわゆるもうなんていうか、最近すごいね、なんかこう映えるとかああいうことに、はい、なんかこう疲れて渋いお店行こうっていう。あ、そうですね、やっぱもう本格的に長く愛された美味しいお店。いや、たださ、ああ難しいだろ。いや、難しいかも、難しいかも。いや、これは難しいと思う。あ、来た、ここ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 やたろうどん。いや、多分ね、こっちから移した方が、はいはいはい、あの濃いと思う。あー、ここです。移さないと。あー、ここですね。ね、はい、ここです。ここ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 、お、エビ天うどん550円。あ、ごぼ天うどん550円。あ、いいですね、安い。安いよね。お支払いは現金のみ。よし、ちょっと聞いてみよう。すみません、はい、実はですね、なんと、はあ、OK です。よかったです、よかった。いやー、よかったです。いやいや、いやー、楽しみ。よろしくお願いします。いやー、楽しみ。うわー、失礼しまーす。ちょっと失礼しまーす。この映しやすい、ここに座る。あー、すごっ。24時間ですよね。はい。いやー、24時間ということは、じゃあもう皆さんこう交代で働いてらっしゃって。はい。3交代。3交代。あー、ちなみに1日何倍ぐらい出るんですか。相当出ますよね。今もう入って。そうですよね。よし。いやー、うわー、もう何でもお任せします、メニューは。いやいや、もうもちろん、そりゃー、うー、このエビ天がやっぱ一番でかく載ってるってことは、エビ天がやっぱみんな、その写真の分が大体よく出る。そうですよね。いや、そしたらさ、肉ごぼうとかも美味しいです、うん、あ、肉ごぼうですね。
肉ごぼうってよく頼むんで、逆にこう丸天とかにするか。あ、いいっすよ。エビ天と丸天と。ああ、いいっすね。そして、うんうん、なんかおにぎり的なものとか。うんうん、いいっすね。いいよな。全部550円。安いね。安いね。うわ、ガク。何あれ。あのおでん。みんな夜はあのおでんで。あ、おでん。ああ。やっぱさ、うどん屋さんのおでんって何がうまいかっつったら、うどんの出汁がうまいからおでんもうまいんですよ、必然的に。じゃあエビ天と丸天を一つずつください。はい、ちょっとさ、ごぼ天うまそうだからさ、あ、やっぱ丸天にごぼ天も入れてもらう。ごめんだけど。ごめんだけど。どうぞ。丸天にごぼ天も入れてください。丸天にごぼ天追加ですね。はい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 。丸天も一緒に入れてるんですね。まあ、美味しそう。あ、ごぼ天が入った。うわ、美味しそう。こっちはエビ天。こっちはエビ天。いやー、丸天とごぼ天美味しそう。いやー、モテます、2つ。あー、美味しそう。かく、あー、来た、美味しそう。出てきたよ。あー、美味しそう。まず丸天とごぼ天、はいはい、これ渋いんじゃないの。あ、いい。そしてエビ天も これなんですよ。エビ天、本当のエビ天ってこういうことなんです。なるほど。はい、エビがちょこっと入ってて、で丸く天ぷらが上がってて、で風味なんですよ。うん、なるほど。ちょっとさ、すごい。よし、何からいきます。まずはエビ天。エビ天からいこうか。エビ天で、ちょっと買って知ったらなんとやらで、はい、もうそのまま、いいと思います。七味。一味です。一味ですね。はい、で、まずもうちょっとそのまま出汁いくよ。はい。激うまカツオが効いてて、昆布が旨味が出てて、で、ちょっと九州のあの甘い醤油、はぁ、美味しい。これね、なんで肉うどん頼まなかったか。肉の甘みがうわーっと出汁に出ちゃうんですよ。そうなると、この出汁本来の旨味で、今ね、もう一味入れてますけれども、ピリピリピリとしてめちゃくちゃうまい。よし、じゃあ行くぞ。うわぁ、博多のうどん柔らかいぞいただきます。うんまガク、あのね、こう何とも言えないこの柔らかさと、その中にやっぱ弾力あるんですよね。で、このエビ天を一緒に、一緒に、いい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 よね、めちゃくちゃいい、いいよねやっぱね、このうどんの弾力が絶妙なんですよ。柔らかくて、で、ドルンとするんだけど、口の中で噛み切ろうとすると簡単に噛み切れていく。これぞ昔ながらの博多のうどんです。これ以上硬くてもダメ、柔らかくてもダメ。うん。さあ、そして丸天うどんにごぼ天トッピング、はいはい、ちょっと買って知ったるなんとやらで、はい、一味、一味いきます、はい。で、これもまず出汁からいきます。皆さん想像してみてくださいよ。もうお酒飲んで体が熱くなってるところに、うんま最高です。いや、これにこの、ね、ほら
ほらこうやって全然切れないでしょ、うん、だからやっぱりね、あの腰はある程度あるんです、博多の腰が。で、うま、激うまで、ごぼ天、ごぼ天、あー美味しそう、いくよ、うん、これはね絶妙の分厚さだ、ごぼうの香りもするし味もするし、うん、あ、そしてマルテン、あ、マルテン、あーいいっすね、これ見て、あいい、僕思うんですよ、マルテンうどんを注文する人がどんぐらいいますか、めちゃくちゃうまい、あーそしてお、柏おにぎり、柏おにぎり、最高です、やっぱこれだな、もう究極ですよ。いやーガク、あの言わせてください、本当に昔ながらの博多うどんで、だし、麺、それから具ですね、はい、バランス最高です。